インゴットがない。OK。これで、5になると、教会が開けるんだろ？うん、言ってたね。どうせだったら全部石にしたかったな。まあ確かに。ここに木枠を設置して、それで5になるかな。いや、これマイナス1ってなってるな。あ、終わった、やった。あのおっさんが来た時じゃないとダメなのかな。あ、そうだね、報告するやつがあったもん。 OK。 目標は、今日の目標2個のうち、違う、もう忘れちゃった。 3個のうち2個はできたから、あとはハンコもらわなきゃいけないんだよ。ハンコ。これもうよ、あ、なんだっけ、緑の日っつってたっけ。さっきはあそこだから、次緑じゃん。そう。次夜が明けたら緑だな。緑だと思ったんだけど、違ったっけ。いや、なんか女のマークが、女のマークか、今の、今あそこの表示されてる女のマークのさ、うん、上に、なんか太陽みたいなマークあるじゃん、うん、あのマークだったような気がするんだけどな。あのマークはおじさんの時だったよね、あの教会に立ってる。ああ、ほんと。うん、いやー、どうしようか。緑な気がするんだけどな。街をきれいにするか。街をきれいにするの。うん、もうなんか空いてる、これ、このヘンチクリンな、これもなんかできんじゃないの。これも何もできない。確かにね。緑ってことは、いや、まだあれか、夜が明けても緑じゃないのか。うん、誰もいないじゃん、夜だからね。みんな家に戻ってるんじゃない。交流しようぜ。いや、夜だから。一応、あ、いなくなった。ここがお家なんだ、きっと。あ、出てきた。あ、みんな出てきた。お、話せない、この人。話せる人と話せない人がいるな。みんな足速くない？あれ、みんな話せないな。出勤中はダメなのか。誰も相手にしてくれないのか、出勤中は。ほら、みんなね、歩くのに精一杯だからさ、話してる暇ないのに。ダメだな。あ、話せそうな人がいる。お前は誰だ、商人。ああ、村人。もし余分な銀貨をお持ちなら、ん、美味しく希少な品をいろいろとご提供するぞ。食べ物か。大変申し訳ないのが、そちらの売り物は買うつもりがない。非常に貴重な品なら別だがね。この辺りではそんな見つからんだろう。実は私も来たばかりなんだ。みんなは私が近くの墓場の墓守だと言ってる。でも私は本当は別の世界の人間で向こうに帰りたいんだ。いや、その気持ちはよくわかる。この世界は私の知ってる場所とも違うからね。え、本当かい。私の世界はもっと豪華な町の豪邸さ。だが、いい家に生まれなかったのが私の不運だね。つまりこうして、玉ねぎとじゃがいもの地獄で金を稼がないといけないわけだ。しゃっくりを止めるために驚かす。なんだね、一体なん、あ、だいぶ良くなったよ。うむ、そのようだ。畑について話す。教会の近くの畑を使う許可をもらったんだが、その条件について話し合いたい。ああ、あの役にも立たん土地のことは忘れていたよ。払った額も安かったしな。だが、それも何年も前だし、インフレ、それと良質な土を考えれば、ふむ、なかなか価値のある資産になるな。そうだな。高っ。それは高すぎる。わかったわかった。では、5でどうだ。高すぎる。今は金が足りないんだ。何か代わりにできることはないか。なるほど、作物を育てて小金を得たい貧しい人間というわけだ。進路について話し合うことはやぶさかじゃない。だが、まずは君の農業の腕を見せてもらいたい。取引しよう。お前は人参、キャベツ、ビートを持ってきてくれ。そしたら信頼できるビジネスパートナーとして、私と君のどちらにとっても有益な長期的取り決め
長期的取り決めをしようじゃないか。どうだね。取引成立だ。最初の収穫が終わったらすぐに持ってくるようにするよ。どうぞ。マスクが増えた。それともう一つ、もし時間があるなら一つ小さな頼み事をしたい。なんか妖怪。だって私は美食好きでね、なのに最近腹の調子が悪いんだ。たっぷり夕食をとるし、しゃっくりが出てしまうおかげで頭が変になりそうだ。だがワインクラブの友人からしゃっくり草が役に立つという話を聞いてね。なんでも沼にはたくさん生えてるそうじゃないか。これを持ってきてくれると大変助かる。しゃっくり草、あ、なんかあったな、あんなの。なんか白い花みたいなあったな。あったね。さっきの鉄鉱石のとこでしょ。そうそうそう。まあまだ緑まで時間あるから鉄鉱石のとこ行ってみるか。人参とかの種とかってどうすればいいんだろう。あ、ちょっと待って、あれを売ろう。埋葬証明書を売ろう。すごい栄えてる。賑わってるね。取引2枚。すごい還流さ、なんて読むのか分かんない。三銀って読むのかな、あれ。ん、銀がさ、うん、3個になった。あお金持ちになった。いや、話しかけれる人ってあれ、あ、さっきみたいに吹き出しが出てるのか。いや違うな、そうじゃないな。あ、話すって出るもんね、うん、この人なんで外側歩けんだろう。婦人か。あ、なんか来た。違うな。あら、席ついちゃった。話しかけれる人と話しかけれない人がいるね。現実世界で考えたらすごい邪魔な人だよね、目の前にさ出てきて。どうやなんだっけ、しゃっくり草だ。しゃっくり草取りに行こう。この移動が長いよね。走りたいよね。うん、これでもう多分走ってることになってんだろうけど。これじゃない、違うの。それは白い花じゃない、ただの。本当だ、白色の花って書いてある。だって沼って言ってたよ。沼、さっきの鉄鉱石のとこが沼なんでしょ。うちの家のそばの沼じゃダメなの。分からんな。あそこの沼って言うの。見る。あ、開いたじゃん。やった、畑使えるじゃん。どんどん。あー、こうやって増やしていかなきゃいけないのか。うん、そうだね。あー、なるほどね。これいくらでも置けんのか。ちょっと2個ぐらいにしとこうか。あ、燃やしてる。植える？種がないと。種持ってないな。ちょっととりあえず耕しとくだけ耕しとくか。あの家の裏にあ、あ、この辺ってことでしょ？うん、あ、びっくりした。なんか襲ってきたのかと。でもここも沼じゃない。沼っちゃ沼だけど、あの白い花がなくない？これは？取れないね。あんまり奥行くとさ、出ちゃうからさ。ね、これ全部鉄鉱石じゃない？そう、全部鉄鉱石なんだよ。なんかチカチカしてるな。取り外せそうにない。ないのか。ないね、白い花咲いてないの。やっぱあそこの沼なんだよきっと。あれ、やっぱ昼間はあいつら出てこねえな。うん。ああ、来た、やべ。やべやべやべ。抽出できるものが増えてるんだから。あのリアルな絵だったやつか。やべやべやべ。OK、また99だ。うわ、いっぱい。え、頭蓋骨。それさ、え、取っちゃったらどうなるの。頭蓋骨取って内臓も取れる。外科医の失敗。
それを取ったらどう？あら、死体はボロボロの状態になり質が低下してしまったって書いてある。あ、さっきの頭蓋骨取り出すのがうまくいかなかったってこと？あんの頭ぐっちゃぐちゃにしちゃったんじゃないの？無理やり無理やり引き抜いて。どういうこと？お、皮膚も取れる。かわいそう。え、ねえ、どんどんさ赤いの増えてってるじゃん、ドクロも。ほんとだ。あれは何？何なの？あれは。わかんない。あんまり何取りすぎちゃいけないのってことじゃない？ここちょっと気持ち悪いね。あ、ドクロ増えてくね。あれさっき4だったの減らなかった？今今、あ、なんか2になってるの。どういうこと？でも死体はボロボロになっちゃった。質が低下してしまったって書いてあるな。だから質がいい状態で埋葬してあげると墓の質も上がるってこと？上がるってことなのかな。これさ、質の悪いやつをさ、うん、追加したらさマイナスになるかもしれないな。マイナスになっちゃうよな。これな、確かに。それでマイナスいくつが今質5でしょ。あ、質3になった。待って待って。あ、でも何もしてないからか。墓標も枠もないな。まあでもそうだよね、あんなに取っちゃったらさペランペランになってるよね。笑い事じゃないよ。ダメだよ。かわいそうだよ、そんなに取ったら。しかも一番大事な頭蓋骨。丸太がね。ああ、ペランペランよ、今埋めたの。あ、丸太か。ちょっと太めのやつ切んなきゃいけないのか。うん、切った。あ、疲れた。そう、食べれるもの持ってないな。これあれだな、この抽出したやつはちょっととりあえずここの中入れとくか。そうだね。うわぁ、な、何あれ、めっちゃやばいやん。うわ、準備台って持っててどうすんのこれ。なんかに使えんじゃないの。準備台って書いてあって、何を準備するのかわかんないけど、あ、飾っとくのかな、あ、やべえ、緑になった。あ、ほんとだ。で、教会のおっさんが来る前に。違うよ、教会のおっさん来るのは緑じゃないよ。そうでしょ、うん、だからおっさんが来る前に、うん、あんこくれるやつを探さないと。ああ、そうそうだ、ね、おっさんが今一番上の曜日に来るんでしょ。そうそうそう。あ、肉持ってねえわ。肉置いてきちゃった。忙しいぜ。すごいね、ほんと人間の忘れ物みたいに。あ、やばいっつって取りに帰ってるやん。定期忘れた人みたいな感じで。夜パトロールしてる人、昼間だったら話していいよって言ってたけど、昼どこにいるんだろうね。確かに、どこにいるんだろう。見かけないよね、あの人。うん、あの通せんぼしてる人しか、うん、兵隊みたいなのは見ないな。やばい、もう夕方になっちゃう。あー、邪魔だ。いるかい？あ、こいつ、こいつか？違うな、船長だな。あれ、船長、さっきも、さっき、さっきも見たよね。うん、ちょっといるんだよ、だから。
あれこいつか、虫の居所が悪いからほっといてくれ。いや、なスネークって名前だったよね。うん、話しかけれない。これは夫人、君は違う、スネーク、違う、実は船長がスネークなんじゃない。運が悪いな。おい、印はどこで手に入れるんだい。あれ、さっき埋葬証明書出たんじゃない。ああ、埋葬証明書出た。埋葬証明書売ろう。取引。あ、めっちゃいい額だ。うわ、お金持ち。銀貨が5枚。うん。そもそも、印をくれる人はここに来んのか。そこが曖昧だよね。そうだね。怪しい。この曜日に来るって言ってたけどさ、どこに来るかって言ってなかったよね、確か。町への道は閉ざされてる。町の通行許可証が必要だ。で、行けって言われて来たのはここの鍛冶屋でしょ。うん、フレーズボルト、ちょっと話しとくか、うん、なんか必要そうなもの別に今んとこないんだよな。これ多分どれも持ってんだよ。うん、村のどこに行くんだろう。ここ、あ、こっちの方行ったことないな。なんかいる。ディグ。この人ちょっとおかしいのかもしれない。あんた俺のことおかしいと思ったろ。いやいや、そんなことは全然。俺はポジティブに生きようとしてるだけさ。そして人生で本当に大切なことも知ってる。どうだ、こいつにわかるかな。いや無理だね、ディグ。こいつには見えない。よし、じゃあ、アマちゃん向けの嘘でも教えてるか。平和、俺の作るハーブ、あと甘いものだな。ちょうど蜂蜜みたいに甘いものとか。蜂蜜を持ってきたらケーキの作り方教えてやるぞ。ケーキはいいぞ。なるほど。新たなタスクになったね。蜂蜜を持ってこいと。まだ、シャレ神戸にワインも渡してないの。蜂蜜は、あの上で取れそうだったよね。あ、なんか養蜂場みたいなとこあったね。うん、こっちの方初めて来るな。あ、なんかいる、また。君は東大森か。ちょっと君じゃないんだよな。なんて答え。お前さんの魔法の世界に行きたいんだろ。釣りっていう魔法のよ。実は釣りのことあまりよく知らなくて、ちょうどいい、俺なら釣りのことをたっぷり教えてやれるぞ。とっても リラックスできるだけじゃなく、金にもなる。さらに言うと魚自体もうまく食える。それはいい、ぜひやらせてくれ。いい答えだ。必要なものはすべてこちらで用意しよう。そして魚の料理の仕方もな。お、釣りができる。釣り竿をくれないかな。お、やれるぞ。古いのが余ってる。でもタダで渡せない。代わりにガを持ってきてくれ。あれは釣り餌に使えるからな。だが夜の間にしか捕まえられんぞ。そして俺は暗闇の中じゃ何も見えん。ガを探す。ガ、新しいミッションがどんどん増えてってるやん。なあ、もう曜日が終わってしまうで。ガを探す。ちょっとガは後回しだな。あれ、いなくなってんじゃん。いや、みんな夜だからね。ああ、もう寝ちゃってんのか。じゃあもういねえじゃん、観光くれる人。ああ、ほら。ああ、見守りが。寝ちゃったのか。だ。捕まるで、そんなことやったら。あれだ、違うわ。あれをしようとしてたのに、すっかり忘れてたな。沼地に行こうと思ってた。ああ、そうだね。沼地は今からでも間に合うね。新しい道じゃん。うん。こっちの方、来たことないな。まあ今もう。あ、もう曜日変わっちゃったのか。あ、こっちの巣がある。
一回どっか立ち寄るとなかなかメインの道に戻るのが大変なんだよ。広いからね、うん、場所が。まだ教会のおっさんが来るまで時間があるでしょ。そうだね。とりあえず夜のうちに沼地で花を摘み、うん、でもさ、あそこさ、うん、A ボタン押せるところあった？どこか沼地のところにさ。あー、わかんねえ。沼地の花が必要だっていうのも思いもよらない依頼だったから、まあ、でも歩いてたらなんか A ボタンつきそうなもんだけどな。ちょっと帰ってきたらあれだな、石を加工できるやつ作ろう。あれも作ったっけ、石材カッターみたいなやつ。うん、まだだと思う。これか、これも白い花じゃない多分。うわ、さっきと見た目一緒だよね。白い花だわ。だからあのなんか生えてたやつでしょ。あ、沼地か。ここ沼地じゃねえんだ。白いなんか沼地ってどこまで行くんだっけ、この下。うん、あ、そうそう、その辺。あ、カエルがいる。はい、あれ白かったでしょ。白い花なんてなかったのかな。私も白い花だと思ってたんだけど、もしかしてさ、あの先なんじゃないの。どの先。その先。ああ、そういうこと。こっから先でもこの看板がなくなったとしても行けなくない、道が狭くてさ通れないの。確かに。いや、このああでもちょっとあれだな、ちょっともうちょっと沼地ぐるっと回ってみる。そうそう、これ。もうダメだよね、これは。違う、そうだね。あの草は、あの右側の。右側？右側じゃない、左側だった。左側？うん。あるじゃん。あれ。木の近くに。あれ、それ。でもどうやって行くの？こっから先進めないな。進めない。進めないところだらけだ。どうやって行くんだろう、あそこまで。なんか行けそうで行けないな。これも多分入っていけないでしょ。こっから先進めないもんね。あ、あった。あ、あるじゃん。あ、行けそう。しかも釣り場もある。あ、しゃっくりそう。すごい。折れました。あ、まだ釣り竿がねえのか。ちょっと釣りしたいな。思いもよらぬミッションクリアできましたね。しゃっくり、あれ、しゃっくりを求めてたの誰だっけ。商人か。そう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 、農夫じゃなかった、商人だったわ。あれだ、畑を教えてくれた人だね、うん、あれ、そこしかないの。多分もっと奥に行ったらいっぱい生えてんじゃない。うーん、帰れない。あー、行けた行けた。なるほど。町は難しいな、戻すのが。なんかこのオスマークの曜日もなんかな、誰かからなんか言われたような気がする。びっくりした。まあ、また指紋かか。分かったぜ。何回もいいぜ。なんかさ、そのマークのやつさ、うん、テクノロジーとかの画面のところで開けたんじゃなかったっけ。まあ、あ、それ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 。あれ、あ、ほら、頭の上にさ、うん、スネーク、ほら、やっぱりそうだよ、緑だよ。あ、スネーク、この見た目なのか。こいつを探せばいいんだ。そうだね。なんだよ、会ったことないのに見た目だけは知ってんのか。でももうスネーク、あ、お、開いた。あ、出た。審問官だ、さっきの。あ、準備は整っております。よし、問題終わったか。いえ、
なんて読むんだろう。ただ奇妙な男が辺りを嗅ぎ回っておりました。あ、あの男です、止まれ。まあまあ落ち着いて、私は墓場に住んでるものです。まあまあ落ち着いてだと、この男はカルト団の一員に違いありません。自分が墓守であることを伝える。エピスコプが良き友人だと。エピスコプって誰だっけ。あの教会の前にいる人だよ、あのおっちゃん。うん、力があんのかな、エピスコプに。わからんな、良き友人かどうか微妙だよね。まあいいか、こっちで言ってみよう。実は神父が私の良い友人でして、彼、私は彼によってその近くの墓場の墓守に任命されたのです。おう、ならばあの男の友人であると信じよう。あれは褒め言葉、あれは褒め言葉を一つでもかければ友達扱いしてくるから、不可解な異業とは程遠いがね。だが墓場に誰かを任命するとは、あの男の責任からは外れているはずだが、あの者を訪問して己の権威の限界について再び思い出させる必要がありそうだな。よければ共に魔女の否定の儀式へ向かわんか。行ってみるか、私よろしければ。それでそなたはどのようにしてその興味深い仕事に就いたのだ。嘘を吐く、ごまかす。ごまかす。どうした。あ、まだ選んでなかったでもなんというか、いつの間にかこうなったんです。他にどうにも。そなたは間違いなく何かを隠してる。そしてわしは必ずそれを突き止めるぞ大神門官である私がやってきたのだ。このわしが真なる信仰、そして人間そのものを守るのだ。町では厳しい状況になっている。死者の船はすでに満員状態、新しい船は造船所で身動きの取れない状況である。そなたの墓場は恐ろしく奇妙な時世に再び解放された。闇のカルト団が台頭を始めている。感じるのだ。我のうちには正義の怒りの炎が燃え盛っている。我らはこの30年間で何千人もの魔女を家計に処してきた。これはまだ序の口に過ぎん。魔女を燃やせ。もしかしてここで燃やされたのが運ばれてきてる。わかんない。魔女がいる。やべえ。燃やされてる。万歳言うとるで。でだ、そなたは数多くの死体に関わる仕事をしているのだな。はい、私の仕事の一環なんだと思います。そしてこの丘のすぐ隣、墓場の近くに暮らしているそうだな。はい。おう、なるほどな。実を言うと、わしはこの村に友人になってもらう人物を求めておる。そしてわしの友人となれば、神聖神門会の友となる。村人どもは信用にならん。教会にも行かなければ、死後は墓に横たわろうともせぬだからな。だがそなたは新参者だ。何か奇妙に思えるものに気づくかもしれん。友人になることを承諾拒否。いや、友人になっとこう。天命である。友人関係は信頼と誠意から成り立つものだ。我が信頼を得て神門会の友人となるには、まずは誠意を見せてもらおう。そこでだ、そなたにはいくつか小さきた仕事。あ、思いつきだしかも骸骨が転がってる。この時になったら伝えよう。今日は怒りの日なのだからな。些細なことにとらわれるべき日ではない。次の男、あるいはそれ以降の男に話すとしよう。ここに来るのは実にいい。ここほど我が神聖なる怒りを感じられる場所はない。あー、同じこの曜日の時ってことか。うん。タスクが増えてく一方だぜ。燃えちゃった魔女が。ほーら、何をしようとしてたか忘れた。なんだっけね。なんだっけね。村に行こうとしてたんだよ、ね、村に行こうとしてた。なんで村に行こうとしてたんだっけ。あ、あれだ、花を渡すんだ。あー、そうだそうだそうだ。あ、やばい、日が暮れてしまう。町人、町人どこに、どこら辺にいたんだっけ。ね、町人も曜日決まってるんじゃない。おっと、町人も曜日が決まっているの。いつ来てた。緑、それあれで見ないとわかんねあれ、商人ここら辺じゃなかったっけ。じゃあ違うよ、ここじゃない、もっと奥よ。あのバーのおっちゃんの近くよ。バーのおっちゃんの近く。うん、バーの中じゃないでしょ。じゃない、あ、それ上行って右じゃない。
ほら、いないよ、やっぱり。ここにいたっけ？違う、左だった、ごめん。ここ、ここ。あー、ここか。いないな。呼びが決まってんのか。やっぱ決まってるってことだよ。どうに？あー、牛の日だね。あら、牛なのか。スネークが緑。エピスコプ。あ、エピスコプが、あれだ、太陽だ。あ、めっちゃいるね。すごいいっぱいいろんな人に会ってるんだね。ちょっとまだやってますかね。埋葬証明書を持ってる気がする。毎回船長いるな。あ、持ってなかったわ。船長はずっとここに立ち寄るんだな。うん、そうか。スネーク、この曜日が決まってるやつはなんか面倒だからさっさと終わらせちゃいたいな。うん。で、次の男の日にあの丘にこいつ捨てたでしょ。そのタスクも書いてなかった、さっきのところに。書いてた。あ、書いてくじゃん。お、尋問か。話してみれば。今までけん。問答無用だもんだって。すごい、もう全く歩みを止める気配がないもん。あれは喧嘩になるね。うん。普通に歩いてたら。もう今日はさ、もうあれだよ。こんだけ体力あるからさ、木とかさ、石を集めた方がいいんじゃない？木とか石を集めとく？ここの飾り付けも早くやっちゃわないといけないんだよね。ああ、そうだね。月の日に来る人って誰かいたっけ？いや、いなさそうだな。そうだね。ってことは何もいなさそうだね。オッケー。まあ、あとはガを持ってこいつってるから、多分虫取り網とかも。そうだよ、石石材カッター作ろうと思ってたね。石材カッターだ。石材カッターはどこ。あ、あったあった。あ、作れるじゃん。縦切り丸太と釘。縦切り丸太と釘。釘。縦切り丸太。あ、丸太がない。丸太がない。丸太がない。丸太がないだと。これ解放しちゃおうか。あ、もう全部解放してるんだね。あ、でもダメだ、これは解放できないな。大きい木が切れるようになるのはどれだろう。これかな。いや、全然足りないな。青がないもんね。そうそうね。あ、これだ、木こりか。大きめの倒木。青は何をすればたまるんだろう。青ってまだ一個もたまってないんじゃない。なんかチュートリアルに書いてあったよね、青のやつ。あ、書いてあった。なんか、あ、出た出た。都会のチュートリアルで青についてなんか言ってた。うん。これで石材カッターが作れる。あ、スペースがない。あ、ここの木をなんとかすれば置けそうだな。すごいね、ポイントが溜まってくね。溜まってく。あ、壊れた。ああ、なんてこった。工作。 OK OK。 これで石材型が作れる。ちょっと奥に手前にばっかり作ってるとなんかダメになりそう。OK。 できた。あ、今のあれじゃんね、石の。あ、あ、
修理キット作れる。修理キットなんだ、粘土、石の墓標を作れる。墓標が作れる。あー力尽きる。あー力尽きた。食べ物は？食べ物ない。キノコぐらいしかない。キノコもない。あ、ないね。食べれるものがない。何も焼いてないな。あ、何も焼いてないな。あーそうか。あ、やばい、もうすぐ来ちゃうじゃん。あ、来ちゃうね。いや、やつが来る。やつが来る。よっ、 OK。 まだ作れる？あれ今3になってるんだよね。何が？あそこ5になって新しい死体埋めて3になったんだよ、うん、そうそうそう。やっぱ石の墓標だったらあれかな、石の枠の方が嬉しいかな。まあ、まあ、周り、あ、戻った戻った。 OK。 周り関係ない気もするけどね。あと立ってない、こいつ立ってない。墓標を立ててくれるだけで嬉しくない？いやー、墓標が石なのに枠が木ってダサくない？死んでからもそう感じる？感じるでしょ。そうか。じゃあ石の方がいいかもね。そうでしょ。石の枠もここで作れるのかな。あ、それはないんだね。うん、石の枠ってどこで作るんだろうな。なんか石関係のやつって他にないよね。うん、テクノロジーも石材カッター、石置き場。重要な部位、脳、心臓、腸。あ、さっき開けられなかったやつ。うわ、これ取れるじゃん。うん、心やす、あ、でもこれが欲しいんだよな、失敗しない。そうね、ボロボロになっちゃうから。うん。あ、仮装っていうのも、あ、仮装場かなんかあったな、そういえば。あったあった、これだ。あ、青が必要だよ。青が必要だね。改良、植え替え。お、いっぱい。高度な鋳造。鶴橋。まあ、これも、これ取っとくか。これは複雑な鉄部品。ちょっとこれはいるのかどうか、わかんないから。まあ、とりあえず、こんなとこかな。パン粉だけもらえなかったな。今日の目標3つのうち、2つしか。できなかったな、ね、はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回この続きプレイしていくので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいです。それじゃあ皆さん、さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。